はい、皆さんこんにちは、ちでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート65やっていきたいと思いますね。宝箱がね、あと宝が高騰1個と言われてるんで、あ、ほんまだ、こんなとこにあった、あらこんな簡単に見つかっちゃった。ほんとただの取り忘れだね、申し訳ないです。お、いいですね、いいですよ。渡しちゃダメ、確か勇者しかできないとお教えいただいてたんで、はい、大地の鎧、あー、できないね。でもこれは拾ったもんだから渡しときましょうか。あー、手に入りましたね。じゃあ早速リレミとしますか。いや、もうちょっとここで稼いでいこうか。あそこ強いもんね、あのバラモス城ね。地獄の騎士、いや、ちょっと待ってね。で、稲妻の剣で中子さんで、中尾さん、地獄の騎士だね。で、呪文で魔法トラで滅ぼすと。あ、違う、先封印しないとザラ効くんじゃないか。あらあ、来る？あ、跳ね返った跳ね返りましたね。あ、魔法寺もう遅いか、遅いかもしんないけど、まあしないよりはいいかな。で、魔法トラだね。このホロゴーストが魔法トラのね、いいカムだというのを教えていただきましたので、でもちょっと経験値が少ないのかな、若干。ただあれ嫌だよね、あのなんだっけ、イビルマージ、あ、トロル出てきた。稲妻の剣使ってみましょうか。で、魔封じを滅ぼすので中尾さん、トロ、いや、ミニで、ミニでも2個か。で、スクルトで、あ、トロルは効くのね。痛いな。トロル、トロル、トロルの、スクルト、あ、スクルトでいいか。お、いいね、刃の鎧だ。マホトラ、多分先にやっちゃうよね。あ、やっちゃったね。まあでも全然ゆとりがあるんで。あ、ここなんだったっけ。あ、ここねあら、しかもあれできない、鳥にも乗れない。じゃあイシスで。さあ、次はバラモス城行きましょうか。あとはまあ経験値だね。あとバラモス城もよく分かりきってないのよね。はい、行ってきます。さーて、あらららら、通り過ぎちゃった。さあ、ちょっとね、ルーチンワークのようになってきましたけど、やりましょうかね。で、こっちじゃなくてこっちなんですよね。違った、通り過ぎちゃった。あ、これね、もうエビルマージどうしよう。効くのかな、イオラで。中子さん、もう魔封じしてもね、結局ブレスが来るんでね、
攻撃することにしましたよ。で、中尾さんで魔法って効かなかったんだっけ。魔法カウンターしてみるか。あ、効かなかった。あ、そうなのね。忘れてるね。もういきなり中尾さん、アボーじゃないね。で、中江さんどうしよう。中江さん、マホトラ効かなかったもんね。あ、バイキルトか。バイキルト何本使うの ?6 ね。バイキルト。メラミだね。中江さん、あーつらいな。中江さん、魔法トラでもしとこっか。効かないね。なんでブレスでしょ。とんでもないわ。はい、呪文で、まあでも経験値が美味しいからよしとしましょう。ベホイミを中江さんだな。それとあとアテさんですね。で盗賊の花、あ、もう宝はないらしい。ここね。もうエビルマージ嫌だな。エビルマージ、あ、でもブレスの方がいいのかな。あー覚えてない、どうだったっけ。あー石像ね。ちょっと待って、稲妻の剣使えるかな。で、中子さんが魔風量を滅ぼすと、中尾さんが動く石像で、中江さんが作るとね、微妙な当たり方だな。動く石像で中子さんは、中子さんは、あーうーうーうう、一体やりきれてないんだよね。一体やりきれてないからやりきっとくか。で、もう一回スクルトで。これでいけたんじゃない？動く石像も、あとは動く石像ね。あ、しまった、マホトラさんの忘れてた。よいしょ。あとはマホトラね。あ、メダパにもいっぺん試してみる。あ、上がりましたね。あ、中子さんやっと30だ。はい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 。お、ベホマ来た。ベホマ来ましたね。あれ、このベホマラーもあるよね。ベホマラーまだ覚えてないよね。あ、そうだ、屍だ。一応花、あ、もう宝ないね。うわ、嫌なんが来ちゃった。あ、ザラキー、やめておこう。道具で魔風鎮で、で中尾さんで、バイキルト中尾さんにしよっか。でザオラル行ってみるか。あら、あ、違う、私は寝てる。ひえ、こら参ったな。ザオラルやってる場合じゃないな。道具、あ、そっか、魔法寺か。
寝ちゃってるんだよね。中江さん呪文は聞かなかったよね。呪文聞かないんですよね。メダパにやってみよっか、ダメ元で。お、中子さんすごい。あら、いた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 。あ、聞かなかったね。中子さん、まだ寝てんのね。ベホイミでいいかな。中江さん、中江さん何もできないんだよね。魔法カンタでもしとこうか。中江さん遅いね、まだ寝てるし。ベホイミ中江さんだね。あ、装備変えるか。あ、眠りの杖があるんだ。ちょっと使ってみよう。うわー跳ね返ってきた。ひえひえ。いやー、ほんと強烈だわ。あ、ベホマの方が良かったね。帰りましたね。でベホイミかな。中子さんのマジックパワーの方がもうやばいよね。はいはいはい。中子さん賢者にした方がいいのかな。でこれがね、やばいことに私すっかり忘れてんです。あれ、これ正面玄関じゃない。あ、正面玄関だったね。あれれ、あれれれれれれれ、正面玄関はダメだった気がするんだけど。そうよね、これダメだね。あ、違う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 ね。あ、でも一緒か。あれ、また道迷ってる。あー、また道迷ったな。女神ぐらいでいいかな。聞かないんでしょ。あ、聞いたわ、聞いたね。あれ、こっち、あー、これ屍があるだけだもんね。うわー、中子さん、何？あ、イカズチ、イカズチやってみるか。中尾さん、いや違うね、中子さんはベホイミ、中尾さん準備不足だったね。中尾さん、あとはあれかな、スクルトかな。うん、いいですね。なんか中尾さんで作るといいかな。はい、あ、そう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 、こっち屍でしょ。で、あー、ダメだね。あれ、私はどうやって中入ったんだ。あらららららら、中入ってたよね。あ、やばいぞ。お、ハーグルメタル、こうこうかな、でこうかな。ちょっと浮気心が逃げちゃった。あ、中尾さん、もっぱつ強くなってるね。戦士よりいいかもしんない。なんかウィキルとあれみたいですね、スーパーファミコン版はファミコン版に比べて
まあ、戦士以外の職業がレベルが結構高くなるといい感じになってるみたいですね。まあそのいい感じというのがあれなんですけど、あ、あとなんか聞いたな。とりあえず魔法でベギラマとないもんね。あ、バギマが効くっていうのをそういや教えていただいてた気がしますね。ヘダルコ、あのイビルマージか、あれはそうだったかもしれないね。よいしょ。じゃあ、あ、こっから行けるのか。そか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 。そうだそうだ。じゃあバギマ？バギマって裁きの杖バギマじゃなかった？バギだったらごめんなさい。中尾さん。いや、ちゃ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 。こうなると。さっき魔封じで中尾さんで呪文でバイキュートを中尾さんで私か。聞かなかった。一体マヒャドだって。で呪文でベホマ私ね、中尾さんイブマージで中江さんマホトラだね。あ、そうだ、中尾さん違うじゃない、中尾さんホロゴーストに行かないと。うわ、その中尾さんが殺されちゃった。ザオラル、ザオラル唱えてみるか。あ、いやいやいや違うね、道具で魔封じした方が一応ね。あ、中江さん攻撃しちゃった。そうなのね。中子さんこれでやっとザオラルだね。で、呪文でマホトラね。あ、終わっちゃったか。終わっちゃったね。ザオラルね。ザオリクが欲しいね。ザオリクがもうどちらかというと中尾、あ、中子さんのね魔法がマジックパワーがやばい。そうね。なんもね、うわ、もう99まで減ってる。中子さんを補充できないかね。祈りの指輪はボス戦だね。でこっちで正解のはずなので、そうだね、そうだね。あ、大仏、地獄の騎士で、この場合は道具で魔封じを滅ぼすと。で中尾さん地獄で、中江さんはここはバイキルトだね。痛いね。で中尾さんでマホトラかな。これは違うよね、うん、上の階だからね。あ、そうだ、フロア変わったね。あらら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 ら、忍び足やっちゃった。ちゃ盗賊の花ね。あ、もう宝ない。というわけでね、ちょっと時間来ましたんでね、この辺にしておきたいと思います。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート65ですね、この辺にしておきたいと思います。どうもありがとうございました。